金だったイエーイ分かってなかった。さあ、47ドリフト、あ、じゃ、47ドリフト体験してみよう。あのさ、なんかさ、やってたもんだけどさ、わかるかな、逃走中のさ、ミッションとかだよね。わかるかな、イメージ。そう。なんとかを、なんとかせよ、みんな。ドリフト状態からレッスンが始まるので、スピンしないよ、さすがに。すかさず、アンダーステア当ててください。ドリフトがリセットしまう。コースアウトするとダメなのね。はい。2000ポイント。2000って何？ポイントなの？てかタイムじゃないよね。タイヤを意図的に滑らせ、コーナーをクリアクしていくドリフトを体験しましょう。ドリフト状態からレッスンがスタートするので、スピンしないようにすかさずカウンターステアを当ててください。同時にアクセルワークで、タイヤを滑せる量をコントロールしましょう。コースアウトすると、ドリフトポイントがリセットしまうので注意しましょう。はい、スタートしまーす。これはきついぞーこれはきついぞー。ゴーサートしていけないのね。はい、ゴールどこ、これあそこっぽい。オッケーオッケー、あそこっぽいぞ。頑張れ。とりあえずゴールだ。全然滑ってなかった。無理やり。オッケー、終わればいいのだよ、終わればね。すごいサクッと終わった。さあ、中級もラストでございます。フォリエ中級卒業試験サーキット一周タイムアタック。使う車はポルシェケイマン GT4 クラブスポート16と16かな、グループ4。はい、ドラゴンテイルか、ドラゴントレイルシーサイドと。ここは結構もうね、あのセクションセクションじゃないけど、初級ぐらいかな、やってたかなと思いますので、割といけるんじゃないでしょうかなんて思っています。はい、1分50秒か。なるほど、頑張っていきましょう。ここまで学んだ全ての知識を生かしてサーキット一周のタイムアタックに挑みましょう。俺ここ最近ダートしか、ここまで来ればあなたはサーキット安全に走るだけでなくタイムを縮める技術も身についたはずです。ここまで学んだ全て、はい、了解です。1分50秒。頑張ろう。もっと速くだな。5速で入ってどこで止まるんだっけ。とりあえず一周走ってみよう、安全に。で、こん
たりから酸素取って入って二足まで落としていいのかな。あ、落ちた。分かった。まだ一緒走ってねえんだよ。マジか。あ、でもな、今のなかったとしても50秒いけたかどうかわかんねえな。集中力、集中。51秒。 OKOK、 何何の才能、才能開花
海岸って何？そんな走った俺。あ、キリよし、来ない。おー、マジか。まだか。ああ、くそ。全然クリアできん。くそ、マジか。もっとブレーキいる。よくわかんなくなってきた。マジで2時間コースじゃん。これなんだったら普通に配信したかったわ。
さあ、結構ブレーキいるよ。ブレーキだよ、これ。じゃあ終わったー、終わったー、疲れたー、終了ー。走行距離244キロ、250キロ。あー終わったー。はい、さあ全部金、中級のおっさん、プレゼントか、何くれるの？お、はい、マクラーレン、マクラーレンアルティメイトビジョングランツーリスモグループ1と、終わったドライビングスクールオールシルバー達成、プレゼントカー獲得しました。君は、ランボルギーニヴェネの N800、 ドライビングスクールオールゴールドプレゼントカーを獲得だね。はあ、日産 GTR セーフティーカー、セーフティーカダイビングスカーオールゴールド達成しました。 100% になりました。キャビンボールが25になりました。はい、終了。そしてデイリーワークを獲得しましょう。カウト、プレゼントカーは誰かな、誰かなってか何かな。お、スバルかな、スバル WRXSTI アイルオブマンタイムアタックカー。へえ、グループ X、 グループ X ってなんだ。いやー終わったよ、1時間半ぐらいかな、走ってましたね。はい、ということで、ドライビングスクール最終回でございました。はい、さあそんな感じで、グランツーリスモキャンペーンドライビングスクール終わりでございます。最後までご視聴くださった皆様ありがとうございました。次はグランツーリスモリーグをやっていきたいと思います。ビギナーリーグからね、サンデーカップはちょっとやっちゃったので2戦からやっていきたいと思っておりますので、ぜひぜひまた見に来てください。たくさんたくさんありますからね。プロフェッショナルリーグ、耐久リーグまで全部やりますね。これからも楽しんでいきましょう。といったところで今回はこの辺で失礼したいと思います。わーわー言っておりますがお時間です。これはあれだ、ショールームのノリだ、ショールームはもうやってないです。はい、ツイッターのフォローお願いします。といったところでバイバイ。